はい、こんにちは、レトスの小野です。3月25日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。特別なことをするために特別なことをするのではない。特別なことをするために普段通りの当たり前のことをする。これはイチロー選手の言葉です。宅建試験に置き換えるとどうなるでしょう。特別なこととは合格することでしょう。当たり前のこととは、わからないことをわかるようにしていく。そのために毎日復習したり調べたりするということでしょう。つまり、合格するために毎日復習したり調べたりして、わからないことをわかるようにしていくことでしょう。毎日勉強をする。復習をきちんとする。わからない部分は調べる。こういったことができていない場合は、まずこれを一つ一つできるようにしていきましょう。それでは3問に入ります。A が B 所有の公と地の売却を代理する権限を B から書面で与えられている場合、 A が C の代理人となって BC 間の売買契約を締結したときは、 C は公と地の所有権を当然に取得する、丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で、答えは×です。今回、双方代理という内容なんですけども、双方代理は原則禁止になってるんですね。で、もし双方代理行った場合は、無権代理として処理して、本人に契約の効果は及ばないです。本人に契約の効果は帰属しないという言い方もします。まあ、これ原則なんですね。ただ、例外があって、本人があらかじめ許諾した場合、もしくは本人が後で認めた場合、追認した場合ってことですね。その場合は有効になります。つまり、この問題文では当然に C は公と地の所有権を取得すると書いてありますよね。で、これは誤りですね。これは誤りです。当然に取得するわけではありません。まあ、これ、実は理解をすれば当たり前の話なんですね。で、今回はこれをどうやって理解するのか、これを別途動画でお伝えいたします。で、この双方代理の理解の仕方については、下記概要欄に理解の仕方の動画の URL 貼っておきます。なのでそちら、ぜひご覧ください。いつも言ってるんですけども、もう丸暗記学習だとですね、正直合格点マイナス1点とか2点ぐらいまでしか持っていけないんですね。理解学習をすることで、楽にその合格点を超えることができるんですよ。合格点プラス3点4点、このあたりは普通に持っていくことできるんですね。で、多くの方がその合格点マイナス1点2点で落ちているっていうのは、やはり理解学習できずに、もう丸暗記学習をひたすら頑張ってるからなんですよ。丸暗記でもう毎日2時間、1年以上勉強したとしても、やはりですね、その合格点に到達する人ってほんのごく一部なんですよね。頑張ったにもかかわらず合格できないっていうことになっちゃいますので、だからこそ理解をしていただきたいんですよ。そうすれば一発でも全然合格できます。法律知識ゼロの方でも実際弊社の個別指導を受講していただいて、理解学習を実践していただき、で、一発で合格していってる方はたくさんいらっしゃいますので、もう苦しい勉強を続けるんじゃなくて、ぜひですね、理解学習に変えて楽しく勉強していただければと思います。それが合格へつながっていきますので、ぜひですね、理解学習実践していきましょう。では、問2です。宅地建物取引業者は本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合、国際証券を持って営業保証金を供託しているときは、遅滞なく従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない、丸か×かという問題です。で、答えは、これ×ですね。営業保証金の保管替えを請求できるのは、金銭のみで供託している場合です。本文のように、国際証券で供託している場合、この場合、保管替えはできません。二重供託っていう手続きをしなければいけないですよね。ただ、まあ、これだけ覚えるのは非効率な勉強です。保管替えと関連する重要ポイントを合わせて勉強することで、頭を整理する勉強法を取った方が効率的ですし、試験前の時期になって、あれ、どっちだったっけと混乱することも少なくなります。個別指導ではそうならないために、効率的な学習ができるようにしております。この問題で言えば関連するポイントだけではなく、なぜと思われる疑問点を解消するための理由についても解説しております。なので気になる方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。そして個別指導についてはこの動画の最後にお知らせいたしますので、ぜひご確認ください。で、問3ですね。用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、
特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。問題文は、都市計画で定められた、これが誤りです。正しくは、都道府県都市計画審議会の議を経て定めます。で、これ、どういうことを言ってるのか、で、なんでそんなことをするのか、イメージできるようにするってことが、すごく重要なんですね。用途地域の指定のない区域内に存在する建物の容積率、これは都道府県都市計画審議会の議を経て定めるんだ。これだけ覚える方いるんですけども、イメージしておかないと何言ってるかがわからないわけなんですよね。で、そうするとすぐ忘れちゃうんですよ。なのでちゃんとイメージできるようにしておきましょう。そして個別指導ではなぜこのようなルールがあるかまで解説しております。理解できればそれほど難しくないので理解しておきましょう。個別指導の動画については左上の動画からぜひご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。